平野紫耀の葛藤、王子様でデビューからアーティストとしての道へ。キンプリ10周年への道ミスターへの強いこだわり。2028年、キングプリンス以下、キンプリ8 0周年を迎える。その節目の年に、彼らは新たなる舞台に立つ。神宮寺ゆ太平野紫耀しよ太の脱退から半年後。 彼らの約束は揺るがないまま、新たな一歩を踏み出そうとしていた。金プリの原点は、平野、長瀬角、高橋山の、ミスター・キング、と、岸・神宮寺、岩橋玄樹の、ミスター・プリンス、からなる、ミスター・キング VS、ミスター・プリンス、という期間限定ユニットだった。 彼らはデビュー曲シンデレラガールから一躍人気を博し、その名前の意味合いからミスターという単語に深いこだわりを持っていた。昨年のツアータイトルやデビュー5周年を記念したベストアルバムのタイトルにもミスターが用いられたことは彼らがこの言葉に特別な思い入れを持っていることを示している。これまでの奇跡がその単語に詰まっているからだ。 特に平野潮は、ミスター・キング・ vs、ミスター・プリンスでのデビューに強いこだわりを持っていた。2017年、彼はジャニーさんに直談判し、6人でデビューしたいと訴えた。その思いは受け入れられ、キンプリとしてのスタートを切ることができた。彼は王子様。 と呼ばれることに対しては矛盾を感じており、自身のアーティストとしての可能性を追求したいと考えていた。平野は高いダンススキルを持ち、難度の高いダンスナンバーに情熱を注いでいた。彼は B、D、S の振り付けを経験し、その才能を活かして、一番という曲の振り付けを手掛けた。 彼の意欲と努力は、月読みの YouTube 再生回数1億回を突破するなどの大成功を収める結果となった。ジャニーさんの夢である、世界に通用するアイドルを育ているという理念に共感し、平野は海外進出を本気で考えるようになった。彼は単なる王子様ではなく、アーティストとして世界に挑戦したいという思いを抱いていたのだ。 金プリの10周年に向けて、彼らは再びパワーアップし、新たな舞台に立つことを願っているファンが数多く存在する。特に平野には、約束を果たしに戻ってきてほしいという期待が寄せられている。金プリの歩みはまだ続いている。彼らはグループ名に込められた思いを胸に、さらなる飛躍を遂げるための準備を進めている。 彼らの強い絆と夢に満ちた思いが10周年を迎えるキンプリに新たな輝きをもたらすことでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。